はい、皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあ今日はヨシさんの分の、はい、超重心祭ですね。そうだね、俺の超重心祭がようやく来たね。でもさ、はいはい、これ見たけどさ、はい、今回その超重心祭の限定キャラ、はい、一応もう全部コンプリートですか。コンプリートしとるんじゃない。おお、そうですよね。ね、はい、じゃあザレを出していこうか今回。あれもですね、ガム何体持ってましたっけ。あ、ガム1体しか持って、あ、でもあの正月の限定が1体で、はい、普通のが1体、はい、あー、なるほど。あ、そっかそっか、だから神顔持ってないから、はい、あ、そっか、ガブリエルちょっと出したいね。そうですね、うん、ガブだと嬉しいんじゃないですか。あと嬉しいです。ストライクの落下ですか。あー、そうだね。9体目のストライク。そうだね、それもありやね。よし、行きましょう。行きましょう、はい、30連ね。30連やっていきます。はい、いきますよ。はい、レイ出してくるな、ヨシさん。ノアとかストライクとか出してくる。それあんま嬉しくないやつやろ。かぶりすぎとるね。最近ノアの株上がってますからね。あ、そうなの。ノア強いですね。ラック上げてもいいんじゃないですか。ちょっとなかなか前半、あ、おぉ、ウーガくださいだ。あ、これ何だっけ、徳川家康だったっけ。ヨシノブですね。あ、家康、あ、家康だ、ごめんなさい。そこか、なるほど。4体目っすか。4体目やね。うわ、すごい。なるほど、じゃあ次、じゃんじゃんいきますよ。はい、これも進化神化2体ずつ。あ、そっか、わあ、すげえ。贅沢乗せができますね。贅沢、全部乗せいけ。あ、でもそっか、兄貴みたいに止まったら別にあの限定キャラじゃないのが出るかもしれないもんね。そうですね。おっ、こういうことですね。誰、あ、リンツー、これ、クシゼロですね。あ、ほんと、重心化したやつですよね。超強いですよ、クシゼロで。あ、そうなんや、はい、おー、いいな。クシゼロで長玉狙った日には大ダメージですよ。あ、そう、はい、あ、マジか、あ、そうか、リンツー使っとったもんね。そうです。どっかで聞いたことあると思ったら、リンツーの重心化は強いですね。あ、これ重心化なんや。そうです、クシ、あ、これ、なんもしないですよ、これ、うん、これはしない、あ、重心化来てますから、うん、あ、そうなんや、はい、アッキーよしよし、あ、今のところ爆死ないね。そうですね、大体俺これ3発目に爆死が来るっていうジンクスがあるよ。吉さんはそうですね。そうなんだよね、毎回そうだから。大丈夫ですよ、コミチンがそういうなら大丈夫やろ。大体大丈夫じゃないですから、ね、いけ。あー、普通の回転か、演出はないですね。ねえ、そういえば今回そうだな、演出なかったな、うん、どうやどうや、これジンクス、やば、おお、ジンクス破られるのか。おお、ここで来た、ここで、ここで来た。前出なかった、ここで来た、モグラ。ほんとやね、モグラ野郎来た。おお、なるほどなるほど。あ、これ嬉しいな。え、めっちゃいいのばっか出ましたね。結構良かったね、はい、うん、最高だと思いますよ、うん、ほんと。アニキーと違って。あれあれ。ノグニガーはどこで使えるんだっけ。蓬莱ですね。あ、そっか、完全に蓬莱キラー。もうこれできるじゃないですか。コルセアとか、うん、ヘンゼル&グレーテルとかいますし。あ、確かに、なるほど、はい、で、ノグニガー、あとフレンドでムルニルとか。ああ、完璧です。完璧、そっか、はい、オズも良かったんだっけ。オズはあれですよ。オズは違いますよ。あれ、オズ持ってないですよ。あ、そうそうそう、オズが欲しいなと思ってたんで。オズめっちゃ強かったでさ、コミチ使って。あ、アルカディアで。そう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 、あ、フレンドですね。フレンドで使わせてもらってすごい強かった。そうだね、はい、うん、そっかそっか。あ、まあでも漁獲量は良かったね。そうですね、うん、フォルダカ的には良、うん、かったんじゃないでしょうか。素晴らしい神引きでしたね。手順にしてください、これで。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。